四島古墳群、四島古墳群の一市島古墳群は、三重県島市阿誤町志島にある古墳群。一基が三重県指定史跡に、三基が島市指定史跡に指定され、11号墳出度のハニセ枕が三重県指定有形文化財に指定されている。三重県東部太平洋を見下ろす岬の丘陵台地上に映像された古墳群である。 かつては13基以上が分布したが、現在は4基のみが依存する。これまでに4号分、11号分で発掘調査が実施されている。4基の内最古の11号分は、5世紀中央、後半頃の築造とされる。全国的にも、古い横穴式石室を持ち、北部九州の石室形態である。点、全国的にも、珍しい葉に枕を有する点で注目される。 15分は6世紀後半頃の築造とされ、石室内に長大な箱式石棺を持ち、珍しい金紙、銅腕が出土している。4号分は7世紀前半頃の築造とされ、高倉山古墳と同様の長大な原実を有する。また、古墳群全体として、鏡の保有の多い点でも特色を示す。市島古墳群では11号墳の出現から次の、 古墳築造までの間に空白期間があるが、その間には南方の大王町域で前方公園墳2基などが築造されたと推定される。これら四島古墳群、白古墳とビガス1号墳は、島地方を拠点とする広い海上交通ネットワークを有した有力豪族の墳墓群と想定され、文献上に見える島津国造との関連を指摘する説が挙げられている。なお、 当地北方では、律令制下にも島国府、島国分寺が営まれたと推定されている。現存する4基のうち11号分は1969年に、三重県指定史跡に、4 9十号分は1971年に、島市指定史跡に指定されている。また、11号分出土のハニセイ枕は1995年に、三重県指定有形文化財に指定されている。 おじょか古墳は、三重県島市阿護町市島にある古墳。三重県指定史跡に指定され、出土派に製枕は、三重県指定有形文化財に指定されている。昭和30年代に、石室が開けられて副葬品が取り出されたほか、1967年に、発掘調査が実施されている。墳丘周辺はこれまでの宅地開発で作兵を受けて、おり、墳形は明らかでない。 紛糾表面では、葉には、水液が検出されている。主体部の埋葬施設は、横穴式石室で、西南西方向に開口する。石室全長6メートル、最大幅2メートルを測る。緑色千枚岩の遺体積みによって構築され、沿道部は、葉、地型に広がるとともに、検出は、開口部から丘壁に広がる、羽子板形を呈する。こうした石室の特徴は、 北部九州地方の石室に類似する点で注目される。また原室内には種が塗られている。石室内からの出土品としては、ソーシング類、鉄製品類、漆塗りアジロジョウ木製品がある。また天井石直上の紛糾森土内からは、鉄塔が出土したほか、調査前の出土品として、ハニ製枕、鉄塔類がある。これらのうち特にハニ製枕は、 被装者の頭を乗せる土星の枕で、高さ約28.5センチメートル、幅約32.6センチメートルを測る。円筒形脚台部の上に頭を乗せる座部を乗せ、その背後に自家古紋、ひれ飾りを施したついた手部を付し、表面には赤色顔料が塗られる。古墳湿度の葉に製枕は、本古墳のほか赤狩猟山古墳、五条猫塚古墳、 三土山古墳で知られるのみで貴重であるとともに、本古墳令はそれらと比較して、装飾豊かな点で注目される。築造時期は古墳時代中期の五世紀中央頃と推定される。お除下古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。